ってました。旅は道連れ世は情け。前は気づかなかったけど、カラグリアって信じられないほど熱いな。何を今さらと、しっけ。通覚のなかった頃の話だな。ああ、我ながらよくこんなところで働いたり戦ったりしてたもんだ。おまけに顔を全部仮面で覆ってたものね。あの頃はレナの支配のせいで誰もが苦しそうなんだと思っていたけど、この暑さのせいもあったんだろうな。歩いているだけでだんだん頭がぼーっとしてくるよ。おい、それって熱中症じゃないか。水飲んだ方がいいって。この熱気の中での生水はやめた方がいいぞ。湯冷ましを作る環境があればいいんだが。そうだ、私ドクのところに水をもらいに行ってくるよ。こういう時は水だけでなく少々塩も取ると良い気がしたが。岩塩が見つかるか探してみましょう。アルフェンは日陰で休んでいろ。シオン、ついててやってくれ。行っちゃったわね。みんな大げさだな。ありがたいけど。こんな時だけど懐かしいわね。ああ、何もかもここから始まったんだよな。ここで私と出会ったこと後悔してない？自分を取り戻し壁を壊すきっかけをくれた。後悔するわけがないさ。あら、いたのね、ロウ。やあ。やれやれ。どうかね。わかったね。おーい、よし。ありがとう。
ってひとっ飛びだっなあ、うん、おお、輪っかの形で生焼けを防いだけど、代わりに何かを詰めるっていうのもいいと思うの。なるほど。でも何かってなんだ。麻婆カレーよ。カレーを詰めた揚げパン。シオンが買い占めてしまいそうだな。聞こえるよ、助けを求める声が。ああ、いや、ははうん、ああ、うん、やれやれ、うん、ありがとよ。こたびも刺激的な旅であった。これがズーグルを締め出してるっていう封鎖？ああ、らしいな。この向こうに問題のズーグルがいるんだ。この封鎖、変だわ。中途半端に古いみたい。それに、レアーズも壊していいだなんて。退治すれば同じってことだろ。なんだっていいさ。こんな封鎖で大丈夫だったのかよ。いや、軽々と壊せるものじゃないぞ。そうか、あいつか。さっさとぶっ倒してやれ。油断しちゃダメだよ、ロー。図体は立派だけどよ、やれない相手じゃない。援護お願い。進撃の糧となる。フリーザー砲ないから。殻にこもっても叩き出せるみたい。優勝攻めるのが上策だ。俺が防御を切る。ようやく出番だね。他にもいろいろできるし。任せてくれ。さらに進撃の糧となる。でめっちゃくちゃ風魔に勝てる。相手も術を使うか。どっちは私に任せて。進撃の糧となる。忍者砲じゃないわ。豪華爆炎で撃て。ゼラの砲。勘どころを聞けばこの通りだ。一気に攻めましょう。交流連携だ。今日は俺の進化じゃ。進撃の糧となる。ゼラで撃て。交流連携だ。絡めとる。
忘れず帰る。では一石儲けてもらおうか。まだまだ考えておくよ。任せて。何？生命の息吹我が本物を宿す。なされ。さらなる進撃だ。まとめて片付ける。成功。この戦場気をつけてください。いいぞ。止められたか。やれるぞ。
紙？どうしてこんなところに？さあな、さっきのズーグルが守ってたってわけでもなさそうだな。誰が何のために？ロ、俺？なんで？何したの？親父にだ。息子へ。お前がこれを読んでいる時、俺たちの関係はどうなっていることだろうかと思う。だがまずはおめでとうと言わせてくれ。ここまで来たということは、折れぬ心、強い体、優れた技、そして何より頼れる仲間を得たということだろうからだ。その全てが揃っているなら何の心配もいらない。それがお前を正しく導いてくれるはずだ。だから今は別の話をしておきたい。そうそうと俺の元を飛び出していったお前も、いつか自分で考え決める大人になる日が来る。その時ダナとレナの間で血が流れることのない世界になっているかどうかは誰にもわからん。だがたとえそうなっていようといまいと、その世界でお前がどう生きるかはお前が決めろ。人の言葉には耳を傾けろ。だが流されるな。最後にもう一つ、いつかもう一度会うことが叶うなら直接言うつもりでいるが、明日をも知れぬ身だ。お前が俺のことをどう思っていようと、俺は母さんと共にお前を愛している。それだけは知っておいて。今さらこんなこと言われてどうすりゃいいんだ俺は。自分の主であり続けろとかつてジルファは言っていた。ジルファは自分の思いを伝えた。それをどう受け止めるかはロー次第だ。だがなぜこんな場所にローの父親は手紙を残したのだ？我々をここに来るように仕向けた連中がいる。彼らが語ってくれるだろう。さあ、目的地に着いたわよ。なあ、おい、よし。これは
ありがとよ。ここに戻ってきてももう親父はいないんだったなってさ。おいしんみりすんな。そんな空気狙ってねえよ。うん、そういえばさ、ジルファのお墓ってどこにあるの？墓ねえよ、そんなもん。レナに見つかると壊されるかもしれないだろ。解放前のカラグリアじゃダナ人の奴隷が死んでも投げ込み穴に放り込まれるか燃やされるだけだった。だからなるべく見つからないうちに自分たちで焼いて高台から散らすんだ。ダナに帰れって。そういうこと。お袋もそうだった。だからジルファもお墓がないんだ。でもだったら解放されたんだしもういいんじゃないの？それはそうなんだが、長年続けてもうすっかり根付いてるらしいんだ。親父も柄じゃねえって言いそうだしな。それに同じ葬られ方じゃなきゃお袋と会えねえだろ。そっか、そうだよね。二人で一緒にダナに帰るんだもんね。母なるダナと一つになって私たちを見守る。ちょっと素敵かも。親父のことだからあんましバカやってると死んでても鉄拳制裁しに来そうだけどな。まあなんだ、見守ってるってんならさ、俺頑張ってみるからおとなしく見守っててくれよな。
られるぞ。水の力で凍てつく氷の槍をフリーズランド。フリーズランド反射プレギオ反射プレギオフリー水の力でライトブレード炎上がリスクが自我に攻撃を氷の槍をフリーズランド炎を上手という攻撃をなって飛ぶ相手は任せて。無駄よ、気だらけね。水の力無駄よ。積み上げ役は水の力。かせ、イジェクト嵐、アイストルネード。燃えろ。トキスク。そのまま押せ。凍てつく氷の槍よ。アンドルドラゴラケ全てかがらめとる。凍てつく嵐アイストルネードを任せろ。積みない役はフリーズランド。水の凍てつく氷、私なら落とせるわ。フリーズランド、そのまま何なんだよこいつは。向かってこの炎の異常な今の方が殺さない。3名3人ゆっくりクロード、さらに一瞬見たな。あがくがいい、やらせない。どうこたる防壁を待ってファリア、ゆっくりクロード、トキスク、彼女の血を僕より呼び戻した。トキスク、私なら落とせるわ。より呼び戻さん、落ちて、この炎で灰も気を使わせたさ。任せてくれ。万全の状態で挑む。動きを封じてやろう。そこまでだ。この炎で灰も残さずやらさい。このもとに空にも水を使ってあげてね。彼女は強い、問題ないか。いうことじゃないんだって。硬いやつは任せろって。向かって防壁を待って。隙ができた。この攻撃逃してはあるまい。攻撃に出る波動やれるわ。ハドメック
任せたまえ。この鳥は忘れず帰って。では一滴儲けてもらおうか。分かった。やれるよ。これで終わりだ。怪物を地の淵より呼び戻さん。水がなくなった。しおれてろってね。ピカピカだ。すごいやったな。飛ぶ相手は任せて。外さないわ。凍てつく氷の槍よ、フリーズだ。この蝕まれる。一旦立て直したまえ。ナバーイザ、任せたまえ。この炎で買い物を超えろ。手早い回復助かるわ。我々の皆を助けろ。誰も死なせない。攻めるその力で凍てつく氷の槍。こんなところで水の凍てつく氷の飛ぶ相手は任せて。外さないわ。この炎で買い物こさず避ける。やれるぞ。この炎で買い物だ。どうこたる防壁をなせ。具材に来ないのか。ならこきしく守るだけじゃないぞ。どうこたる防壁をなせ。ここまでだ。風に乗るか。積みないやつくつかいか。氷の槍よ、フリーズランド。やれるぞ。燃えろ。もう倒せそうだよ。あなたの活躍があってこそ生まれる。少し頑張ろう。飛ぶ相手は任せて。悪いわね。でも何持ちつ持たれてた。そうね、そう思っておくわ。水の力で尋常ではない力だ。恵みの光よ、
何だったんだ今の。光を操るズーグルだったよな、リメル。ひょっとして今のが幻の花の正体？そんなはずないよ。なんでそう言えるんだ？だってなん、なんだあれは。敵の攻撃か、精霊術なのか。とんでもないデカさだぞ。待って待って、みんな大丈夫だから。多分、間違いない、あれがネビーラの幻の花。前に見つけた古い本に書いてあったんだ、夜空に浮かぶ不思議な光のこと。別に危険なことは何もなくて、昔初めて目撃されたのがこの辺りだったんだって。それでついた名前がネビーラの幻の花か。本当に敵の精霊術じゃないんだな。うん、強いて言うなら珍しい天気みたいなものだと思う。シスロディアはずっと暗闇に覆われていた。それがなくなってまた見られるようになった。多分ね。いいもの見られたでしょ。けどこんな大きいなら街の中からでも見られたんじゃないか。それはそうだけど。まあいいじゃねえか、細かいことはさ。こうしてすごいもん見れたんだし。それにさっきのズーグルがなんか邪魔してたかもしれないだろ。それはまあそうだが。ほら、せっかくこんな綺麗な夜空なんだし、シオンと一緒に見てこいよ。ああ、分かった。そうする。なんかいろいろあったけど、夢が一つ叶っちゃった。ロウのおかげだね。別に大したことしてねえよ。うん、でもありがとう、嬉しかったよ。あのさ、俺あっ、あっちならもっとよく見えそう。私行ってくるね。え、あ、ちょっとリムルさん。素晴らしい品に出会えた。流れが来てんじゃねえか。やっと着いた。あ、誰かが呼んでるような。やあ。している間に、魚たちが減っているかもしれない。ことは一刻を争うわ。急ぎなあ、たまにはあっちの道を進んでみないか。道ってどこに道があるんだよ。道は道でも獣道のように見える。どこにつながっているか分かっているのか。
俺の勘では橋だと思う。フルル？フルルが違うって。そうかな、方角的には合ってると思うんだが。街道が必ず安全というわけではないが、あえて道なき道を選びたがるのは何なのだろうな。挑戦なのかしら。時々とんでもない場所を通ろうとするわよね。崖崩れの後、道だと言い張って飛び降りた時は驚いたぞ。なあ、なんかすげえ楽しそうだったな、あの時。アルフェンって道案内には不向きだよね。なあ、あっちの道。どうしたものかしら。わざわざ遭難の危険に挑まずとも、挑まなければならない問題には事欠かないはずだが。このまま街道に沿って進むのが良さそうですね。おい俺は壁を壊す。ふうるるできた。こロー、相手になってくれるか。まあ、最近なんか進んだか。進んだって何がだ。何ってわかるだろう。まあ、そのシオンとかさ。何をかと思えば。そういうローはどうなんだ。いや、俺のことはいいって。それよりアルフェンの方聞かせてくれよ。俺は別に話すようなことはないさ。水くせえな。何もないってことはないだろう。こういう話は軽々しくしないもんだ。なんだよ、少しばかり年寄りだからって。年寄りは言い過ぎだろう。だって本当じゃねえか。最近戦うとすぐ息が上がってんじゃねえの。やけに噛みつくな。だったら試してみるか。何の話だったっけか。なんだっけ。あ、なんかもうどうでもよくなっちまったどうした、頭強く打ちすぎたか。違うって、そういうとこやっぱかなわねえな。何がだ。いや、なんだかんだ言っていつも受け止めてくれるよなと思ってさ。俺がか。なあ、今だってなんかモヤモヤしてたのがおかげですっきりしまったし。また何か変な具合に俺を美化してるだろう。してないって。けど憧れるのは俺の勝手だろ。物好きだな。いいんだよ、俺がそう思ってんだから。いつか俺がアルフェンを引っ張ってやるよ。なら俺も年寄り扱いされないよう頑張らないとな。またやろうぜ。ああ、楽しみにしてる。俺たち強くなれてるよな。よし、疲れは取れたぜ。雰囲気が変わった。油断するな。行くぞ。なんでずぶ濡れになってまで釣り場なんか。援護お願い。そうだ、私を狙ってこい。撃てな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 い。
仕留めるぞ。決めたまえ。やりましたね。見事な一撃だった。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に。分かった。本気を出すまでもな。分かったな。容赦しないわよ。全力で行くぞ。地べたをなめなさい。止めるよ。ゆうか敵勝手攻撃拳宇宙総遠心攻撃地の地切り開く支援長開。これで大丈夫。敵上の敵勝手攻撃に出る。これはいいものだ。やれるわ。
動きを止める。息の根止める。ここのところ運がいいな。新しい武具か。まだいけそうか。ああ、問題ないぞ。やるしかない。外さないわ。やるわ。動きを止める。息の根止める。回って一掃する。今日も俺の拳は絶好調。広い洞窟だな。おまけにひんやりしてる。夜光石の光が水に映ってとっても幻想的。ああ、どこもかしこもジメジメぬるぬるでいい。邪魔よ。上手に来ようと私から行くわ。行くわよ。行かない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 。行かこう飛ばれるとやりづらくて仕方ねえ。しよう、頼めるか。ええ、任せて。しよう、マイク。相手も術を使うか。そっちは私に任せて。いかにしよう。やらせじゃ。この炎で甘いものこそ消えなさい。この先の戦況は変わり、油断するなって感じ。助かったな。仕留めるな。決めたまえ。炎よ、こっちの番だ。まとめろ。バラバラにしてやる。受け付く氷の槍よ。何が言うの。劇場のリーカーを本当に強いのアルフェンド。できることを全力でやるまでだ。そばにいれば安心できるよ。相変わらずの手際ね。仕留めるぞ。動きを止める。息の根止める。なんだろうこれ。敵はわずか。押し切るわよ。ああ、もう一踏ん張りだ。流星で
凍結嵐援護助かる愛しとめる攻撃に出る決めたいコンセントレート確実についてなんか機嫌いいな装備ね。
ここなら煮炊きできそうだな。警戒しろ、波の相手じゃない。俺たち釣り場を汚す不届き者だな。魚たちの恨み受けなさい。楽しい。相手も術を使うか。そっちは私に任せて。ちっちゃいのがどんどん降ってくる。まとめて蹴散らしてあげるわ。やべえやつじゃねえよな。俺の真骨だ。終わりだ。やらせないよ。ずっと止められるわ。ただしてる。やべえやつじゃねえよな。ぶっ飛べ。ぶっ飛べ。宿って何が一戦浮き雲。今が攻め時ね。動き大技が来るぞ。ありがとう。無理はしないで。気をつけて。やらせるか。くれ。当たれ。
灼熱のバーンストライク。うっそだろ。少しは骨のありそうなやつが出てきたか。そうね、多分骨をないしは体に全て打ち込めてやろう。止め、アド、私に任せて。この炎で買い物させてやりたい。やれるぜ。現状よりバラバラにしてやる。フレットタンフリーズランド現連結。ガレンフォーティハエになっちまえ。ゴーハガせないよ。吹っ飛べ。ゴーハ行くわけよ。行け。ゴーハガジガニロフランス吹っ飛べ。崩れた。ここで決めてやる。何かやめ切り裂け。炎を落とせ。ゴーガスゴーガスゴーガスゼラルゴーセンマイツカサヤシオ。自由術は任せておいて。人は壊すばっかりだからな。ゴーソラスゴーガスバーンストライク。ハイジナメ、まとめて体を動かせ。休ませてくれねえな。何か不満でも。親玉の様子がおかしい。これ以上変にならない。その前に粉々にしてあげます。頼もしい。よし。やった。ああ。ベチョだわ。風呂と洗濯の支度を急ごう。
期を終え、今おお。よし。ルアーに問題はないな。よし。いや。これは大きいぞ。大当たりだ。こいつはうまそうだ。なんだこの魚、でけえ上に真っ白じゃねえか。ほんとだ、すごい。フルルの翼みたい。ほう。この体色がシグナイピラルクの特徴らしい。優雅に泳ぐ姿は鳥の羽ばたきにも似ていると言われている。へえ、泳いでるところも見てみたかったな。それは難しいだろうな、なかなか姿を見せない魚だから。ところでフルルは何をしているのだ。あ、ぐっ、なんか小さい魚をたくさん捕まえてやがる。ちょっと何やってるのフルル。フクロウも魚を食べるのか。これは知らなかったぞ。食べないこともないけど。で、そうじゃなくて、なんで今こんなに取ってきたの。もしかして交換のために取ってきたのかもしれないな。本当かよ。あるる、あるる、あるる。心配しなくても、この大きさだ。フルルの分もたっぷりある。だって、よかったね、フルル。あるるさん、せっかくだ。フルルの捕まえた魚も料理に使おう。フルル。ここまでは無事に着けたな。あ、かわいい。何見てんの、行くよ。でこたびは女性陣の底力を見たな。ああ、肝に銘じておこう。うん。はい。
サクスリオ聖堂ってシオンが捕まってた場所。元に戻せる。今回はそう。アルフェン。シオンは一人なんかじゃない。俺たちがいる。これは俺からのだから。一緒にこれからも戦おう。シオン。そうじゃない。塞ぎ込んでしまったのはそういうことじゃないの。でもあなたのおかげで、たとえ。ブーケという名の武器であっても。喜んでくれてよかった。俺もお揃いの武器を作ったから。もうアルフェンにはかなわないわね。私も人のことは言えなくてな。大人になるって大変だな。安心するな。あれ？そうね。この先どんな出会いが。ズグルだろ。いや、そのもっと先の。フルル、お友達がいるの？あれはアウメドラの。こんなところに流れ着いてたのか。じゃあ、あの手紙の主って。ひどく損傷している。そう多くが生き延びたとも思えんが。とにかく辺りを探ってみよう。こいつは
級ハリム様か。やはりお前だったか、ケルザルク。知っていたのか。例の手紙の筆跡に見覚えがあってね。わざわざこんな場所まで私をあざけりに来たので、それともやはり処刑する気になったと。だとしたら何とする。あなたにそんな資格はない。スルドの責務を放棄し、天才イシツキどもとの慣れ合いを選んだあなたには、なぜだ、なぜそれだけの力がありながらあなたはスルドブリガに背を向けたのだ。まだそんなこと。一度は逃げた。だが今は選んだ。スルドブリガは私の道ではなかった。お前を巻き込むことになったのは申し訳なく思う。だが後悔はしていない。聞け、ケルザレク。人は変わることができる。種族によらず、その性根は変えることができる。有能なお前のことだ。その気になれば大いに人々の助けになれる。私は、いや、ダメだ。私にはできない。死が私を追いかけてくる。どこまでも。何？あれはアウメダラだ。あいつまで生きてたのかよ。手負いの獣ほど厄介なものはないという。もう飼い主もいねえしな。野放しにするわけにはいかない。燃えろ。弱点を狙いましょう。波動肩よしよ。流術は任せておいて。私のは壊すばっかりだから買い物こそ。やったよ。今が攻め時ね。任せたまえ。ファーストライク。クリーンアタック。
ここで決めてやる。よし、今のうちに止める。これで終わりだ。傷を治すわ。突進相手を任せる。逃がせ。めっちゃ怒り心臓のようだな。誰が止められたか。治癒の術よ。ファーストエイド。ついたと根性
叩き直してやる。タンプです。私の手が必要か。光の光よ。私なら動せるわ。はい、このまま消える。我々と共に来るか。どこか適当な場所まで乗せてやってもいい。どこへ？どこへ行けばあれから逃れられる？何を言ってるんだ。さっきの化け物ならもう。違う。死は滅びたりしない。死は至る所にある。今も私の周りにいて私を責める。銀色の死が数知れない顔と声が絶え間なく私を呪う。私に付きまとうな。放っておいてくれ。一人にしてくれ。どうしちまったんだあいつ。どうやら我々は思い違いをしていたらしい。銀色の死と言ってたわね。ひょっとしてウィスキントで彼が虚水に変えた人たちのこと。あの男はアウメドラにそそのかされてそれをやった。おそらく心の奥底には罪の意識があったに違いない。それでもアウメドラがいた時は彼女のせいにできた。だがアウメドラ亡き後、この孤島で彼は己の所業に一人で向き合わなくてはならなくなった。でも彼の心はそれに耐えられるほど強くはなかった。その結果があれか。自業自得って気もするけどな。アウメドラの怪物は関係なかったんだね。あの男もレナ人でありながらダナ人への非道を悔いていたってことか。悲しいな。でもあいつあのまま放っておいていいの？彼はもう自分自身で罰を与えたようだ。多分私たちができる以上の罰を。ティオハリム、君たちと出会っていなかったら、いやその後こうして旅を共にしていなかったら、あるいはあれは私の姿だったかもしれない。それでも私たちは現に共にいます。偶然からではなく、あなた自身が選んだ結果として。そうか、そうだったな。ふるっ、うん、これでみんなの力になれるかな。感じるぞ、窮した民の。うん、うん、ちょっと、はあ、おい、うん、やれやれ。なんだと。ほう、承知した。よし、
キュオハリム。研究員の列が長くなっているんですが。すく引き受けたのは間違いだったかな。無事につけたな。依頼にあったズーグルか。生きて任せたま。つけられそう。止められてる。ヤツの攻撃は私が防ぐ。何が言うか。いいぞ。狙うは邪魔だ。どうか行く。そのまま行け。宇宙でやろうか。突進は私が止める。お願いシャラ。やったよ。今が攻め時ね。波動出させ。炎を巻き込め。治癒の術よ。行ってくる。超絶絡めとる。貫け。一択勝利。貫け。貫けやろう。
結局倒すことになってしまったな。適当な部分を切り取って、持って帰るとしよう。興味本位で作られて捨てられて哀れな。今の子はどうだアルフェ。うん、はあ、任せろ。よろしい。ここはビスキントの修練場。おい、ブルガイの切れじゃねえか。どういうこと。これが企画隊なの。迷ってる場合じゃなさそうだ。こいつ強いぞ。キャラクルーシー。ビスキント光よ。攻撃に出る。
どうよ。見てんの、行くよ。いねね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 ね。私。うん。うん。え？我々を何だと思っているのでしょう。全てが研究の対象でしかないのだろう。警戒しろ、波の相手じゃない。俺たちだって負けてねえぜ。やれると片付けましょう。見てくれ。じゃあどう。信じた。あいつの方が早い。受け取りで突っ込んでくるなんて。信じた。こっちの技ライガーに狙うは弱点な。マイクバラバラにしてやる。適当の見せなかったなら
この弾丸で相手かせ
流れが来てんじゃねえか。邪魔よ。私の手が必要か。本当に強いね、アルフェン。できることを全力でやるまで。守り主体だと思ったけど、脅威を排除するのが攻撃の最大の理由だ。感じて。やれるわ。ライガに光を貫け。決めて。これで終わりだ。ジオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。不思議な力を感じるな。よかったのに。今日は屋根の下で休めそうね。バカな。感じるぞ、窮した民の思いを。私たちの出番だね。あ、かわいい。何？え？そんな。うん。いいわね。熱でもあんの？バカー！なんで？風に乗ってひとっ飛び。だったらよかったのに。強波流パンケーキはいかが？小腹が空いた御神のもとへ颯爽と登場。うちに秘めたるは慈悲と情熱の源。美味しい麗しデュオハリムパンケーキ、お一ついかがですか？随分な歌い文句ね。こんなものがあるとは私も知らなかった。これはこれはデュオハリム様、いかがですか？パンケーキはせっかくだから食べていきましょう。うん、しかしでは作り方だけでもお教えしますよ。そして肝となるティオハリム様の描き方ですが、それは結構よ。ねえねえ、このパンケーキ早速作ろうよ。先ほどの店はティオハリムの顔を描いていたな。いろいろと応用が効きそうだ。主となる食材も少なく、味の方も工夫できるのではないか。あ、じゃあみんなで作ろうよ、自分だけのパンケーキ。よし、任せておけ。アルフェンはダメ、辛くなるから。キサラもダメ、優勝間違いなしだもんね。優勝って競うのか？そう、私とシオンとティオハリムの真剣勝負だよ。
私は食べる専門よ。言い切った私はどんな勝負でも受けるぞ。なら私が審査員を務めよう。材料集めなら任せてくれ。よし、それじゃあ勝負だ。俺は必要なものは屋上でと到達できるかもしれないな。ありがとう。おお、はっ、さあさあ、パンケーキ界の覇者を決めるこの大司会をやり始めた。いかがですか、審査員のキサラさん。うん、非常に個性的な面々だ。どんなものが飛び出すかとても楽しみだよ。期待が高まりますね。おっと、早速シオン選手の一皿が登場だ。持てる技術をつぎ込んで見た目にもこだわったわ。ああ、アグレッシブ。シオンらしくていいじゃないか。では早速いただくぞ。これは中にパチパチ弾けるお菓子を入れてみたの。そうか、これはこれで新しい感覚だな。しかし、少し食べ応えがありすぎるというか、甘すぎるというか。ええ、できる限りの食材と砂糖を詰め込んだわ。これ一つで3日分の栄養は取れるはずよ。3日分だと。こいつはだいぶ審査員に響いてるぞ。悪い意味でな。さあ、お次は大将の出番だ。私が作ったのはこれだ。これはテュオハリムパンケーキ。まさか自分で書くなんて。さあ、私の珠玉の一品、存分に味わうがよい。ではお言葉に甘えて。何のためらいもねえな。テュオハリム、中から変な汁が出てきたのですが。うん、世界中の珍味を集めて包み込んだ。そしてこの作品の最大の魅力は、パンケーキなしでもうまい。失格です。不覚。あった、まさかの大将が失格だ。どうしよう、私普通のパンケーキ作っちゃった。二人とも悪が強すぎるよ。これじゃオチがつかない。リンウェル、お前の番だぞ。分かってるって、今仕上げをしてるとこ。フルーフルルーって、その顔は。フル、いいの。分かったよ、私フルルのこと忘れないよ。てーやー。あ、お待たせ。はい、これ。お前まさか。フル。あ、いや、なんでもね。ではキサラ審査員、実食を。うん、これを。周りは柔らかいが、中央がフルルの形に押されて適度な硬さになっている。ふわふわとみっしり、食感の対比が面白いな。甘めの生地にジャムの酸味も効いている。そしてなぜだろう、とてつもない意気込みと執念を感じる。これは文句なしの優勝だ。
優勝はリンウェルだ。リンウェル、パンケーキ界を制したな。味も見た目も完璧だと思ったのに、何がいけなかったのかしらって。あれ、キサラは食べた分を消費しないとって走って行ったぞ。なんだか悪いことをしたわね。私、自分の食べたいものしか考えていなかったわ。会場のやつも思ったこと悪くねえな。この歯ごたえと甘じょっぱさが癖になるつうか。だろう。だがリンウェルのパンケーキにはかなわないな。なあ、違いねえ。ぜひまた作っていただきたい。フルフル。ん、どうして逃げていったのだ。まあ今度はみんなの顔も描いてあげるよ。楽しみだな。描くでいいんだよな。